皆さんこんにちは、ザッピーです。今日12月9日はジョン・レノンの命日というふうに自分では思っております。まあ、自分ではというのは、まあ、世界標準時間でいうと12月8日になるわけですね。まあ、ですが僕も当時を生きておりまして、自分は12月9日に訃報を聞いたわけですね。ですのでこの記憶は変えられないというか変えられないもんですから、この通りで、まあ、生涯闘争というふうに思っております。まあ、おそらく、まあ、当時を生きていた同じようなビートルズファンの方であれば、まあ、意識としては12月9日の方が近いのではないかというふうに思うんですが、まあ、人それぞれでしょうね。で、今日はですね、その1980年12月9日という日をですね、自分なりに振り返ってみたいというふうに思ってます。まあ、どんなふうに振り返るかなんですけれども、後でですね、ミュージシャンの証言とか、それからビデオというか動画ですとか、そういったものをちょっとお借りしてですね、まあ、当時の模様をですね、自分なりにも、まあ、皆さんと一緒にですね振り返ってみたいというふうに思ってます。まずはこちらをご覧ください。はい、これはですね、ジョン・レノンの残した言葉なんですけれども、まあ、割と僕は好きな言葉なので、まあ、この、まあ、今日というね、日にですね見てみたいと思います。自分が5歳の時、自分のお母さんがよく、人生では幸せというものが一番大事なんだというふうに僕に言ったと、自分に言ったと。で、自分が学校に行った時、で、周りの人たちは僕に、自分が大人になったら何になりたいんだというふうに聞いてきたと。で、まあ、自分は幸せになりたいと、幸福というね字を書いたということですね。そしたら周りの人たちは、まあ、そういう意味じゃないんだと、まあ、自分は間違って答えをしてんだというふうに捉えたらしいということですね。そんなふうに自分に言ってきたと。まあ、だけれども自分としては彼らに言ってやったと。彼らこそ人生というものを分かってないということですね。ジョン・レノンにとっては幸福というのがキーワードであったわけですね。それからですね、年齢を数えるときに年数ではなく友達の数で数えてみてはどうだろうと。人生を考えるときに涙ではなく笑顔の数で数えてみてはどうだ。いい言葉ですね。すごい好きですね。次、僕は死を恐れていない。なぜならそれを信じてないから、うん、それは車を乗り換えるようなことだと思っているということですね。うん、まあ、ジョン・レノンという人がいろんな、ね、言葉を残しているんですけれども、まあ、僕はジョン・レノンのこういう一つ一つのもう本当にね、こうドキッとするような言葉っていうのにも本当に人生で大きな大きな影響を受けましたね。まあ端的に言えばジョン・レノンほど影響を受けた人は僕はいません。これはもう言い切っていいと思うんですけれども、ビートルズの中でもまあジョン・レノンほど影響を受けた人はいないです。まあ音楽とかね、いろんな面は別ですよ。ただ人間形成というか自分なりにですね、いろいろとこう考えて、いつもこう自分と照らし合わせて鏡のようにねしたり、まあ時にはこう大嫌いだと思いながらね、それでも当たり前のように自分の先生であったわけですけれども、そういうプラスにもマイナスにも自分に影響があった人というのはジョン・レノン以外にいません。もうこれはもう事実ですね。なので僕はよくジョン・レノンのことをね、思い出したり語ったりすると、大好きであってもどうしようもなくなる部分もあれば、もう思い出したくないくらい、見たくないくらい嫌いな面もあるわけですよ。まあ、ですが両方とも先生なんですよね。巨大な先生なんですよね。その人がいなくなったということで、まあ、その12月9日、まあ、12月8日ですか、どんな日だったかというのをねちょっと見てみたいと思います。次に行きます。ここからはですね、その
アーティストの言葉を借りて当時を振り返ってみたいと思うんですが、まあ世界中のファンがですね、まあ何千万何億かもしれませんけれども、すごい数のファンが自分なりに当時というのをみんな語ってるわけですよね。まあミュージシャンもみんなジョン・レノンを尊敬する人がたくさんいるので、その中にもいろんな言葉があります。まあ自分としてはですね、こんな言葉に当時がよくわかるというか、当時を思い出すという言葉を今回ちょっと集めてみましたので、よろしければ一緒にご覧ください。まずはブルース・プリングスティーンですね。文字がちょっと小さいですけれども、すいませんけど読ませていただきます。こんなにも大きなものが失われてしまった夜に出てきて演奏するのはきつすぎる。俺が最初に音楽を覚えたのはビートルズのツイスト&シャウトだった。ジョン・レノンという人がいなかったら俺たちはみんな今頃どこか別のところにいたってことなんだ。生きていたくないことだらけの中で生きていく運命を背負うってことは、何が正しいかなんかわからなくなる。ここに出てきて演奏するのはやはりきつい。でも他にすることなんてない。ブルース・プリングスティーンという人は他にもね、結果的に自分はもう音楽でしかジョン・レノンをその弔うことができないというふうにも語ってますので、これはその自分がコンサートに出た夜のことを語ってるわけですね。次、トム・ペティですね。トム・ペティはハリウッドのチェロキースタジオにその時いたということですね。ジョン・レノンを個人的に知っているジミー・ラビンという人と一緒にいたようですね。で、次のように語ってるんですが、撃たれたというニュースは誰かの作った笑い話だと思ったので、そのまま仕事をしていた。そしたら誰かが電話をしてきて、ジョンが死んだって。セッションはそれで中止だった。俺は家に帰る途中、信号待ちで止まっている車の中にいるやつが泣いているのが分かった。信じられるわけなかった。俺は今でも起きたことを信じる状態になってない。ということで、まあトム・ペティはね、ビートルズのファンであることも事実なので、かなり衝撃だったようですね。で、トム・ペティはジョン・レノンへ捧ぐ証として We Love You JL、 ジョン・レノンのことですね、 We Love You JL という言葉を1981年発売の LP ですね、これですね、ハードプロミセスっていう LP なんですけれども、これをジョン・レノンが打たれた時に録音していた LP らしいんですけれども、この終わりの溝にこの言葉ですね、 We Love You ジョン・レノンの文字を彫り込んだということです。こちらの写真で言うと、この真ん中にこのレーベルがありますよね。ここですね、レーベルと音楽の溝の間のこの辺に We Love You JL っていう文字が実際に入ってます。これでは見えないかもしれませんね。次です。ちょっと長いですが感動的な話です。スティービー・ワンダーですね。スティービー・ワンダーは実はですね、自分がコンサートをやる前か途中かにこの訃報をアメリカの、そうですね、オークランドスタジアムというでっかいコンサートをやってる時に聞いたそうです。で、そのコンサートは当然ながらスティービー・ワンダーはボロボロの心の中でやっていたようですね。まあ自分の仕事ですからね。で、その時の写真なんですけれども、これはそのコンサートが終わってアンコールの前にですね、スティービー・ワンダーが聴衆に向かってジョンの死を告げているんですね。とてもとても辛い場面ですね。まあ、ですがこの動画が実は今 YouTube にありますので、下にリンクを貼っておきます。私としても見るのは辛いですね、今でもね。まあ、ですがもしご覧になってなければ
やはり一度見てもいいんじゃないかと思います。スピーチの進む中で、だん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 スティービー・ワンダーはですね、真実を語っていこうとするんですが、なかなか語りません。しかし最後に語った時にですね、もうスタジアムの中に不思議なため息が溢れます。そしてスティービー・ワンダーはその後涙声になって、明らかに涙声になってスピーチを終えます。でアンコールを歌ったようなんですが、それはイマジンだったのか平和を我らにだったのかというふうに語られています。その時のスピーチというのがですね、こんな言葉を、ちょっと抜粋すると語ってるんですが、動画の中に当然あります。どんなふうなことを語ってるかというと、この話を知らない皆さんのためにということで語り始まるんですね。今日はこのショーをやるのはとても辛かったと。だけど僕は今日あの人の記憶の中で、このショーを行ったということですね。で、その男は今日撃たれて死んだということですね。僕が話しているその男というのはジョン・レノンのことだというふうにスティービー・ワンダーは語っています。で、この動画はとても感動的であり感傷的であるんですが、で、この動画を見た人がですね、コメントを残しています。女性の方なんですが、その女性の方のコメントがとてもその当時の雰囲気を伝えてくれてます。リアルな感覚が残っていると僕は思いますし、僕たちの感覚に似てるんではないかとつくづく思いましたので今日紹介します。ちょっとこれも小さい文字ですが、こちらです。私はこのコンサートにいた。1980年12月8日のオークランドスタジアム。コンサートの間中、スティービーは曲に集中していない感じが現れていて、私は何か不満だった。昔の曲をたくさん演奏して歌っていたけど、まるでもう全てを終わりにしたかったようだった。コンサートの最後にその理由が分かった。2014年の今になっても、この方2014年に書いてるんですね。2014年の今になってもスティービーが話した言葉の全てを記憶している。そして私は言葉を失った。スティービーが話していくと私は不安が大きくなっていった。今でも覚えているのはスタジアム全体の嘆きのため息。それは射殺されたアーティストが誰なのかをスティービーが語った時だった。そしてその後、信じられないような静寂と沈黙だけが流れた。スタジアムには数え切れない人がいたけれど、針が落ちても聞こえるような静寂だった。私はあまりにも愕然として言葉が全く出なかった。スティービーは平和を我らに、またはイマジンを歌ったようだった。これはアンコールのことですね。私はただ涙が止まらなかった。家に帰ってラジオをつけた。一晩中ラジオは電話を受け付けていた。私は電話をしてスティービーのコンサートでその体験を伝えた。で、この方は振り返ってるんですが、この動画でもう一度あのスピーチを聞けるとは全く考えていなかった。またあの会場にいるような気持ちになった。そしてやはり私が覚えていたスティービーの言葉はこの動画のスピーチと同じだった。ということで、この方はあまりにも強く刻まれた記憶があって、スティービー・ワンダーのコンサートをまたここで体験したわけですね。とてもとても感動的な話だと僕は思います。感動的なんですけれども、思い出しますね、自分の体験っていうものをね。で、この動画はリンクが下にありますが、それと同時に、ジョン・レノンがですね、亡くなった後、グラミー賞でジョン・レノンは
ダブルファンタジーを、グラミー賞受賞するんですね。小野陽子さんが出てきてスピーチをしようとするんですが、聴衆、観衆がですね、拍手をやめません。と同時に小野陽子さんが話すのが辛そうな表情がですね、どれほどの事件であったかというのを物語っていると思います。はい、まあ、以上なんですが、でここから先はですね、全く僕個人の1980年12月9日の話です。なので、今までの話よりぐっとグレードが落ちてつまんないですから、ここでおやめになっていただいて全く構いません。はい、でですね、お付き合いいただく場合はよろしくお願いします。で僕は12月9日は実はもうあまりにもクリアに覚えています。当たり前ですよね。昼間バンドの練習をしてたんですね。で新宿にいました。東京ですね。で新宿に行ってバンドが終わって、ああもう疲れたと思ってみんなと別れて、新宿駅に入って、まあ当時は牛丼のお店があったんですね。こう、まあ、牛丼の店っていうかね、牛丼とか丼のお店ですね、新宿構内ですね。でその構内のお店に入って、ああ お腹すいたと思って牛丼を頼みましたね。でその頼んで待ってる間に、いわゆる中にいる厨房のもう当時の50歳ぐらいの人ですよ。もうね、だからもう全然我々よりも上の人ですけれども、その人がジョン・レノン、ジョン・レノンって話してるんですよね。なんでそんなみんな全然関係ないような人たちがジョン・レノンの話してんだろうと思って聞いてたんですよ。そしたらば、その話ではなくて横からラジオが流れてきたんですね。そのお店のラジオです。それでジョン・レノンが射殺されたと。まあちょっとやばいですね。ちょっと思い出すとね、やっぱやばい、やばいんですけどもですね、もうそれで動かなくなっちゃったんですよ、僕は。で牛丼が運ばれてきてるわけですよね。ですが当然もう食べることもできなくて、一口食べようと思って口に入れて飲み込んだら、もうそれ以上何もできなくなって、で一口だけ食べて逃げるように出てきましたね。お店にとってはちょっと申し訳なかったと思うんですけれども、でもう夕方でしたからね、もう4時か5時ぐらいだったですから、もうまだニュースは回ってないんですね、世間にはね。当時はインターネットもないですからね。で僕は、まあ、当時、ビートルズファンとしては何人か周りに知ってるやつが、友達も含めていたんですけれども、そのうちの一人が新宿の近くにいたので呼び出したんですよね、電話でね。まあ当然彼も驚いて、まあどうしてか分かんないけど、イマジンとジョンの魂のレコードを LP ですよね、小脇に抱えてやってきて、本人もどうしていいか分かんなかったんでしょう。で僕たちは朝の朝まで何を語るわけでもなく酒を飲んでるしかなかったですね。新宿でね、安い酒を飲んでました。何なんですかね、あの辛さというかね、ああいう経験をしたっていうのは、まあ自分のその概念っていうんですかね、生きる価値観っていうのが、まあ、変わっちゃうのかなとかね、まあこれからどうなんだろうかなとかね、まあ人が死ぬっていうことでどんな影響を受けなきゃいけないのかなとかね、そういうことを考えたのは生まれて初めてだったですね。もちろん自分の身内とかね、誰かは亡くなってはいたでしょうけど、その前に。でも、まあ前にもね、ちょっと先ほども言った通り、そのジョン・レノンほど僕は人生の中で、裏表の鏡だった人はいないわけですよね。どうしようもなかったですね。まあその一緒に飲んだ友達は、それからしばらくして、まあみんなね、なぜか知りませんけれども進む方向が別になったっていうことでしょう。合わなくなりました。ですが僕の心の中の1980年12月9日が今でも思い出されるのはその一夜、その時ですので、その男のことは、友達のことは忘れることはないでしょう。おそらくそいつにとっても
今、12月9日をもし思い出したとすれば、きっと僕のことを思い出しているでしょう。ね、当たり前ですよね。二人きりで酒飲んでたわけですから。でも、やっぱりみんな忘れられない時間がそこに流れたわけですね。まあ、おそらくこれご覧いただいている皆さんの中にも、自分のその時の、あの感覚というのがリアルに残ってるのではないでしょうか。ちょっとですね、言葉が詰まって、何も語れないんですけれども、思い出してしまうとですね、ちょっと辛かったですね、今日の企画はね。申し訳ないです。最後にですね、当時の日本のですね、ニュース、そのテレビニュースですねが、どなたかがウェブ上に上げていましたね。そのリンクを同じく貼っておきます。日本のニュースです。あの、いかに当時日本の、まあ、報道というのがまだまだ未熟だったかということもよくわかりますし、そういうまだまだインターネットもない閉鎖的な世界で、我々はどのようにジョン・レノンのニュースというのを聞いていたかというのを思い出してみるにはいいんじゃないかと思います。もしその時まだ生まれてない方であれば、ぜひご覧いただければ、こんな世界、こんなまだまだ感覚としてはモノトーンのような感覚の世界で、我々はジョン・レノンの訃報を聞いたんだということ。はい、今日はありがとうございました。ちょっとお聞き苦しかったと思います。失礼します。